い、石橋楽器さんに来ています、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お名前は、はい、望月と申します。望月さん、はい、はい、お願いします。今回なんか目玉とか面白いものっていうのは何か、はい、一応今回の目玉がこちらです、はい、コリングスの、去年の、はい、楽器フェアですね、はい、こちらで日本では、発表になりました、はい、エレキのコリングスギターとコリングスこちら、まあ、レフ社の、はい、まあ、レプリカに近い、まあ、オリジナルフェンダーもう見た通りもうオールドの感じもね、はい、出てるし細かいとこまで結構ね、うん、新規が来てくれてるんですよね、はい、あとピックアップも本当に自社製で、はい、実際作られてるっていうそこが一番のポイントですか ね、 なるほどね。実際ピックアップはやっぱりピックアップメーカー使うところが多いんですけども、音へのこだわりっていうのがもうその辺からももう伺えますね。なるほど。で意外にねお手頃だからそうなんです非常にプレイヤーの方からは人気があります、ね、うん、はい。そしてあちらのコリングスの方はアコギメーカーだったのにっていう、はい、そうです、ね、何をしまよってというかなぜいきなり、うん、ね、もともとエレキもやりたかったみたいなんですけども、はい、いろんな経緯があって試作品自体はかなり昔から作ってまして、ここももうビルコリングスっていうのがものすごいこだわる方ですので、もう何十本も試作品作った上でやっとこう最近出せたっていうものになってます。で面白いのはほらヘッドなんかにしても、はい、ちょっと一瞬違うじゃないですか、はい、もうここの切れ込みのこだわりっていうかね、うん、その辺もやっぱ個性的なんだなと思ってね、うん、そうですね、はい、でもいいお値段がかなりいいお値段はしてしまいますが、もうお値段に合っただけのもうクオリティはありますので、もう材とかやっぱりかなり、はい、そうですね、ギブソンの ES335 なんかだと合板になってると思うんですけども、はい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 、トップはもうメープルの単板削り出しになってます。でバックのマホンを削り出しでそんな贅沢な、はい、センターにアルダーを使ってますね。へえ、うん、そうなんだ、ね、で実際これお買い上げになる人とかやっぱいらっしゃいますか、はい、いらっしゃいますね。あとはやっぱりプロのミュージシャンの方なんかからも結構、まあ、使っていただいてまして、はい、よく言われるのがピッチがとにかく正確だっていうので、そういう現場でかなり重宝されるっていうのが、ね、はい、うん、重要だよね。使っててやっぱり使えなかったらね。そうですね、うん、いや素晴らしい。いや素直ないい音してないね。めっちゃ音綺麗じゃん。まあ、でもね、ブルースとかなんか言ってるけど、昔ハードロックでも結構こういうセミアコとかフルアコで、フルアコはないけど、まあセミアコでさ、ハードロックやる人も結構いたからね。と、うん、いうことは、これで歪ましたらどうなるかだよ。行ってみようか。はい。さて、これを歪ますとどうなるかということをね。これはこれでいい音だよね、かなりね。欲しいって言わないように。でも、欲しいと言われても。買っちゃえ。これで元に来る引くか。やりますね。結構でも気に入ったんじゃないこれ。っていうかこのギターが多分ね、今後元に来る弾かれることはないと思うけどね多分いや分かんないけど、うん、音いいでしょ、うん、いや素晴らしい。だって本当に綺麗だよ。ルックスもいいし、だけどお値段もめちゃいいからね。うまく聞こえる。
あとねもう一つね、いい音するギターって自分で弾いたり気持ちいいから練習いっぱいするようになるんだよね。うん、だからあのギター始めたばかりの人はなるべくいいギターを使った方が良かったりもするんだけどね。でも中学生がさ、いきなりお店来てこれくださいって言ったらちょっとね、まあビビるわな、ね、え、何回払いがあるんでしょうかと言ってますけれども、お店の人交渉をっていうね。あ、いいな、可愛い音して、へで、フロントに、あ、真ん中、うん、あ、いいわこれ、なんかすごいさ、全部透明感があるじゃんね。いいなぁ、うん、とにかく音綺麗だね、うん、じゃあ歪ましてみましょう。うん、そうそう、そういうのいいけど。うん、張りあるし、なんかすごくピックアップのバランスがいいね。うん、だから全部の弦の音がすごく綺麗にバンと、うん、出てくる。これはいいですわ。